するしない？それでは今回の匠ご覧ください。それではトン2曲開始です。皆さん手配を開けてください。ドラマ三層ひたさんシャーチャーになりました。今回の手は妙ですかね。本当はね、やっぱさっきのレアンドのトイトトシでみんなをビビらせ、そして震えてましたよ。開いた手で焦ってたじゃないですか。だからもう一回ああいうなんだろう、ちょっと脅かし仕掛け入れられるような、まあ降りるときも便利な自配のトイツとかアンコールを持ってたりすると、染め仕掛けとか、もう一回その場の空気をつかめるんだけど、場のその今回のテーマどうします？この手だと行くにしかなんない。平和かなりこう場を支配するような意識をすごく持たれてますね。自分の有利な展開に持ち込めるように、はい、やっぱりこの手配だけじゃなくて、はい、この場面を全て意識しないと勝ちきれないってことですよね。まあ、す、 すごい今、うん、あの 平たい展開みたいな感じになっちゃってね、ちょっと嫌だって言ってましたもんね。うん、今それです。やっぱ着順上げにみんな来るんで、はい、最終最後、うん、大きく差が開いた方がそのオーラスの上でゆっくりできるじゃないですか。確かに展開的に持ち込まれてるんですけど、やっぱトンプっていうのはちょっとまた難しいです。そうですね、このまま行くと本当に最後は誰が立ってるかみたいな感じになりますもんね。ここ今安く仕掛けて裁くなんてことは一切やる必要がないので、おー、これまた一つ勉強ですね。ここの局面とかはやっぱり重たい展開に持ち込みたいなって感じです。今回トイメンの親ですけど、ドラヒョウのリアンスを切りましたね。いいですか。まあ、3はもうないんで、はい、なん持っててもしょうがないですけど、まあ、安牌と単野を行こうの方がいいかなと。途中、道中での単野の変化、すごい華麗ですよね、毎回。そうですか、うん、どの対局見てても、どっか泣き仕掛け頭に入れてるんで、あ、まあ泣ける展開に持ち込みやすいというだけでしょう。藤田進は泣きの意識も高い。やっぱりなんだろうな、一人でこう 6×3、うん、まあ、全山を一人で、はい、積もって一人で積もり上がれる確率って結構低いと思ってるんですよ。まあ、だから泣くか、うん、あの出上がりするかみたいにしないと、うんうん、そう大事にする。さあどうしていくか、ドアズマなんですよね。はい、ハーピン版に1枚チーピンから行きました。ベンチャンを外していく。まだ動くところはないですか。まあまあ動く気は全然ないんです。ここは本当に重たい展開にしたいんで、漫画にでもならないかっていうのがあるんですけど。まだ見えないですもんね、その漫画には。ハーピンが手出しが入る。急いで切りたい。急いで切っとこうと。他の速度で気になるところあります？三選手を。ちょっとまだ読めないですよね、どう見ても。ですよね、まだやや上茶が手出しが多いよねっていう。手出しつむぎりもかなり二つのまま確認されてます。あ、そうなんだ。そうなんです、パワーに紛れこの時は泣けるような形で真似てた。ブクブクで泣けた、怖い。で、ここはまず数万つむぎりと、まあ、親の安牌がめっちゃあるんで、親が来ました。なんでパワー1切って、まあ、後から持ってきたでしょうね。パワー1が切ったらウーアンだけ残して、パワー1切ったら G1 持ってきた、上がっちゃう。で、ローは泣けたと。タイヤの動きなんでしょうか。5、6、7、マンズ仕掛けました、トイメンの親。これどうしましょう。一平行も見えてくる。ローワンが2枚、あ、2枚ですね。こんな手で万一宝珠もしたくないんで。わかります。すごい思う。このちょうどいい手ですね。ちょうどいい、それが言いやすい手ですね、これね。手出しいいペイク。
泣きもかなりあの使う選手なんですよね、トレーニングね。まあて、まあ、タンヤオだろうなっていう。はい。あと、ドラがどれくらいあるかですよね。ドラ表切るの早かったですけど。これ、ね、どうしますまず。見て。あの一応、イーシャン点ですね。そうです。感想入った時って換算ってリーチはしませんしませんね。3ピン入ったらこのニャンピンスピンターと落とすのも嫌あ、そこで切っていくのもちょっと嫌だ。ニャンピンテンパーはリーチですか。あ、ちょっと気が変わったかな。なるほど。やっぱ1個ないとね。それがあるのにちょっとやる気変わりますもんね。ちょっとこれでアドラ1個なんて2、6になってもなっていうのと、もうちょっといいですか。それなら親はまだ手出しだ。へえ。めっちゃ出てくるな。あの人めっちゃ出てきますね。あ、1。ほら、気にしてたところが1番手できたと思ったら、このニャンピン出るんだ。2900が3000人。単ヤマカイチ。親、2900点の上がり。へえが最後の天敗打敗だったんですね。さあ、今回は親の上がりとなりました。2900は3200ですね。1本場です。手配を皆さんじゃあ開けてください。え、でも気にしてた紙シェアがやっぱりまとまりましたね。タブロー9ピンですよ。ちょうどほら、切っとこって言ったのがちょうど良かったですね。確かに泣いて今回は2900で親が連チャンさせましたね。ネックのローアン泣いて、あと他は、はあ、どうですこれ。一つ赤に変わったことによってリーチの思考高くなりました。このターツも落としたくなかったっ、うんうん、おっしゃってましたもんね。だこれはあん切ってきたいんだけど、かける2分これのことの方が多そうですか。自然に先こっち来たら数層は勝負をしてリーチ行きます。トパスをピンだったら行ってたでしょ、うん、このピリの中ギリギリの時です。今回のご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。藤田さん、はい、小話ということでまず一つ目、アベマズチーム名の由来は他に候補あったんですか。いや、これ企画書に、はい、M リーグのそのオーナー企業とか集めるときにね、適当に渋谷アベマズとかこう当てで入れてたんですよ。え、適当に当てで入れてた。当てで入れてた。そのまま使ったって。わお。え、他のじゃあ候補がいろいろあった中でどれにするみたいな会議とかは、いや、ないね。オーイエス。企画書からそのまま。でもこれでも割とでも気に入ってね、いや、なんとなくいいんじゃないって。いや、私も気に入ってて愛着持って今読んでたんですけど、うん、まさかそんな生い立ちだったなんて知りませんでした。そうです、企画書を作ってくれた人が適当に当てたやつです。それが誰、藤田さんじゃないのですね。わかんないな、誰か作ってくれた人。え、じゃあ発案者は藤田さんじゃなかったってこと。それは違いますね。わお。